おはようございます。前回、新人監修の部屋の鍵をゲットすることに成功しました。今日できれば新人監修の部屋に行きたいですね。あとついにサイトが完成しました。刑務作業の時にお話しさせてください。必死に頑張りましたよ、ゆうとが。あと今日新しく副監視長が来るとかなんとか。親しみやすい人がいいなぁ。来た。え？あら、見覚えもある囚人がいるわね。祭り副監視長。え？どうしてどうして？指揮官士長は？指揮官士長は第一刑務所に異動になったわ。第一刑務所の監視長よ。でもこうして霊夢ちゃんに会えるなんて嬉しいわ。私もですよ。何よりもゆうたまの民の皆様が。ゲフンゲフン。あ、お給料渡すわね。大丈夫かしら？はい、大丈夫です。まさき監視長には会いましたか？それがね、監視長室で爆睡してて、しかも霊夢ちゃんの写真集握りしめて、すごい幸せそうな寝顔だったから寝かせることにしたわ。てか私の写真集ってどこから？ラジ有事完了。ちょっと。まあそろそろまさき監視長を起こしてくるわ。いろいろ引き継ぎしなきゃだし。それじゃあ後でね。今日は祭り副監視長には注意しつつ行動しないとね。無事に棒の建物まで行けるかな？慎重に行こう。ここが食堂ね。うわぁ。ちょうど施設の確認中だったのかな？気づかれなくてよかった。大丈夫そうなので向かいたいと思います。やっとここまで来れた。どんな部屋になってるんだろう？へぇ。てかこのランタン邪魔そう。何か入ってるかな？わーお。鉄入ってんじゃん。ありがたく借りていきますね。いつ返せるかわからないけどなぁ。他には何か入ってるかな？これは。ただの紙だね。何にもないのかな？これはなさそう。とりあえず鉄が手に入ったから、よしとしようかな。鉄のつるはしまであと2つ。頑張らないと。そろそろ自由時間終わりそうだし戻ろうかな。無事に戻ってきました。やっとご飯だ。霊夢ちゃんお待たせ。ご飯の時間よ。お腹空きました。時間になったら迎えに来るわね。はい。この感じ久しぶりだな。霊夢ちゃん、刑務作業の時間よ。今日も気合い入れて頑張りますか。私が来て早々申し訳ないんだけど、刑務作業を2つお願いしたいの。わかりました。機材と石材を霊夢ちゃんのペースで大丈夫だからこなしてほしいわ。もう第二刑務所でもやってたんで大丈夫ですよ。そうね、なんでも他の囚人が刑務作業サボるみたいで。ああ、許せないですよね。その分私が頑張りますよ。霊夢ちゃん、それじゃあ頑張ってきます。何かあったら報告ちょうだいね。わかりました。一挙やりますか。サイトが完成しましたの特別コーナー。この度、ゆうたまの民の皆様とさらなる交流のためにサイトを作成しました。ああ、耳で来たんですね。
これには誘導もにんまりだったよね。まずは最初のページを見てもらおうかな。じゃーん。いかがですか？このチャンネルのチャンネルアートをバーンと載せてみました。 Wix さんというサイトをお借りしました。 Wix さんは誰でも簡単にサイトが作れちゃう、とても素晴らしいサイトです。いつか案件待ってます。このサイトで皆様と交流していくわけなのですが、サイトの中身は意外とシンプルです。ホーム、動画、ゆうたま CNA、ギャラリー、お問い合わせ。動画は今までの動画を見れるように、ゆうたま CNA で皆様の CNA を貼っていただきます。ギャラリーはいただいた CNA を勝手に使用できないようにして、イラストを紹介する場にします。お問い合わせはこれからルールを説明するので、ルールに従ってご使用ください。ここからサイト使用の際のルール説明となります。 1. 投稿されるイラストの著作権は絵師様にございます。2. イラストの保存権、使用権はゆっくりゆうたまチャンネルにあります。 3. 投稿の際はフォルダーにパスワードの設定をお願いします。パスワードは投稿ができましたら、お問い合わせフォームに送っていただきますようお願いします。フォルダーのパスワード設定はサイトではできません。ゆうたまの民の皆様の PC でやっていただく必要がございます。もしできない場合はそのままアップロードしてください。すぐ対処いたします。パスワード設定できたものはプラスファイルボタンで投稿してください。新規フォルダボタンは使用しないでください。パスワード付きフォルダーに自分のお名前を書いて投稿いただきますようお願いいたします。直接イラストを投稿される場合はその画像の名前をお名前にしてください。そしてパスワードをお問い合わせから送っていただきますようお願いします。あくまでもパスワードを送るだけなので、変な文章は送ってこないでください。 4. 送っていただいたイラストは動画でご紹介させていただく場合がございます。 5. 何か追加してほしい要素がございましたらお気軽にご連絡くださいませ。以上となります。わからないことがございましたらコメントにて対応いたします。今後ともゆっくりゆうたまチャンネルをよろしくお願いします。それではまたねー。ゲーム作業終わった。地下水路まで来ました。説明長くてすみません。この動画とは別で説明動画出すかもしれません。さっき手に入れた鉄をしまいに来ました。後でもいいかと思ったんですけど、何が起こるかわからないですからねー。この場所もなんとなく見慣れた感じがします。この時間の棒は誰もいなくて逆にドキドキします。だいぶいっぱいになってきたね。肝心の鉄しまい忘れてました。そろそろ整理しないとだな。あら、霊夢ちゃん、祭り副幹事長お疲れ様です。作業終わったのね。真面目にやるがモットーですから、他の囚人も見習ってほしいわ。もう、完璧じゃない。さすが霊夢ちゃん。隣も確認するわね。エクセレント。個数も合ってるし問題ないわ。それでは棒に戻りましょう。霊夢ちゃんお疲れ様。ゆっくり休んで明日に備えてね。祭り副幹事長おやすみなさい。おやすみなさい。せたれながら挨拶はちょっと。ごめんなさい、お腹空いてました。霊夢ちゃんらしいけどね。いや、今日は初めての鉄が手に入りましたね。サイトはコメント欄に記載しておきます。これからのゆっくりゆうたまチャンネルがとても楽しみですね。そして今日はかなり疲れたので早めに寝ます。それではおやすみなさい。